ヴィンセント・ケインはニュージーランド・オークランド出身のサッカー選手。ニュージーランド代表。ポジションはフォワード。母親は日本人であり、ハーフである。2007年7月22日の JFL 後期第4節まで登録名は高木ケインだった。2007年 J リーグセレッソ大阪に入団。しかし、出場機会に恵まれず、同年6月に ガイナーレ鳥取ト,トリへ移籍。移籍後の日本フットボールリーグ後期第2節ロッソ熊本戦で来日後初ゴールを挙げた。しかしその後はここでも出場機会に恵まれず、2008年7月30日にト取トリからの対談が発表された。ト取トリ対談後は母国のニュージーランドに帰国。2008年の OFC チャンピオンズリーグで優勝し、 同年の FIFA フフクラブワールドカップオセアニア代表クラブである NZFC ワイタケでユナイテッドに入団。FIFA フフクラブワールドカップ2008の初戦はデレードユナイテッド戦に途中出場した。2009年からは主にインドでプレーし、2013年7月に FC ギフへ移籍。シーズン終了後に退団。2014年大のソンクラーユナイテッド FC 移籍。 2015年はブリーラムユナイテッド FC に所属。ボート FC へのレンタル移籍も行った。2016年にはマレーシアのプルリス FA に移籍。2017年に再びタイに戻り、エアホースユナイテッド FC と契約。ありがとうございます。